大丈夫だって、あいつが気づくわけないでしょ。それもそうか、あの子は鈍いしね。この際だから楽しみましょう。この日のためにあいつとしないで我慢してたんだからさ。温泉旅行中の深夜に目が覚め、貸切の露天風呂に入ろうと脱衣所に行った時だった。声が聞こえたためそっと覗くと、そこで夫と姉がイチャついていたのだ。その光景を見た私はその場に座り込み、強烈な吐き気に襲われた。ふざけやがって、このまま終わらせないからね。涙目になりながらそう決意した。とっさに持っていたスマホをビデオ撮影モードに切り替える。行為のすべてを撮影してやろうと思ったのだ。今の私たちを見たらあの子はどう思うかな。ちょっと演技でもないこと言わないでよ。それよりも、ちょっと待って。二人の声が露天風呂に響き渡る。すぐに耳を塞ぎたかったが、ぐっと我慢して撮影を続けた。でも本当に起きないかな。大丈夫よ、この日のために準備してたし、何よりあれを使ったからね。あ、そうか、さすがだね。じゃあもう少しここにいられるか。まさかここまで計画的にやるとは思わなかった。二人に地獄を見せてやらないと気が済まない。そして私はあることを思いつく。まともな人生を送れるなんて思わないことね。せいぜい楽しんでればいいわ。二人の着替えを回収して部屋に戻ったのだ。ちょっと起きて。こうしてぐっすり寝ていた親戚を起こし、二人を万全の体勢で待ち構えた。私は怒りに燃える感情を抑えて、今か今かと二人を待つ。これから始まるのは生きていくのも恥ずかしいようなショーなのだ。私の名前はアスカ。小さな書店の店員として働いている。今は35歳だが、28歳の時に夫のユウスケと結婚した。そんな夫との出会いは少し奇妙なものだったのだ。私たちには共通の友人がいたのだが、本来はお互いに違う人を紹介してもらうはずだった。年齢のこともあり、結婚を意識していた私は、そんな友人の勧めで会うことになった。アスカです。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。え？指定された集合場所は駅前だったが、事前にもらっていた写真とは違う男性が来たのだ。それが、ユウスケだった。しかも、ユウスケ側も同じで、私が来るとは、微塵も考えていなかったようだ。せっかくですし、食事でもどうでしょうか。そうですね。近くにおすすめの和食屋さんがあるんです。正直、タイプではなかった。それは、ユウスケ側も同じだったのかもしれない。私自身、食事だけして早く帰りたいと思っていた。しかし、実際に話をしてみると、想像とは違って、意気投合してしまう。まさか、アスカさんと同じ作家が好きだったなんて。結構マイナーな作家で、初めて好きだっていう人に会いました。俺もです。数回食事を重ねた後に、私たちは付き合うことに。原因となった友人は謝罪してきたが、逆に私はお礼を言った。さすがに友人の方もこうなるとは思っていなかっただろう。そして、ついに結婚するというところまで来た。もしかして、緊張してる？そりゃ、するに決まってるでしょ。この日は、私の両親に挨拶するところだった。実家に着くと、そこには、会いたくない人物がいたのだ。アスカじゃない。その人が例の彼氏？どうしてここにいるの？まあ、それはついこの前、離婚したからね。また？私は思わず声を上げてしまう。その様子に、ユウスケも驚いていた。
合わなかったのよ。それよりも、いい男じゃない。アスカなんてやめて、私と結婚しない？ちょっと、冗談だってば。そんなに怒らないでよ。姉のアキホは、今回を含めると、2回離婚していたのだ。その後、私たちは両親に挨拶をした。そして帰ろうとした時。よかったら連絡先、交換しない？え？いいわよね。なるべく、姉と関わりたくなかったために、それを了承してしまう。それが、まさか、あんな結末を迎えるとは、想像もしていなかった。両親に挨拶を済ませた私たちは、1週間後の私の誕生日に、婚姻届を提出した。今までは、私の家で同棲していたが、新居も決めて、いよいよ引っ越し当日となるのだが。私の方は準備できたけど、そっちは？もう少し。え、もうすぐ業者の人たち来ちゃうよ。すぐ片付けるから。この時、私はユウスケがズボラだと初めて知った。付き合っていた時は、早々に同棲を始めたこともあり、私が色々とやってしまっていたのだ。まさか、ここまでだったとは。結局、私が手伝ったことで、ギリギリで荷物の整理を終えた。これで本当にやっていけるのかと思ってしまう。そして、新居に到着すると、さっきはごめん。つい読みたい本があってさ。まあ、その気持ちは私もわかるけどさ。次からは気をつけてね。気をつけるよ。しかし、ユウスケの態度が変わることはなかった。そればかりか、ユウスケは言い訳ばかりするようになる。私が催促しないと何もやらない。さらに生活に必要なお金も、私が口座に入れておかないと、月々の支払いすらままならないのだ。また口座にお金を入れてなかったでしょう。ああ、忘れてた。夫は、本に夢中でこちらを見ようともしない。ちゃんと話を聞いてるの？ちゃんと聞いてるよ。私は、ユウスケの態度にイライラしてしまう。さらに、私は、あることに気づく。そんな本、持ってたっけ？普通の人なら気づかないかもしれないが、本好きの私は、それに目がいった。ああ、これね、友達から借りたんだよ。おすすめだって言ってたからさ。で、それより来月からは、ちゃんと自分でやってね。すると、ユウスケはため息をついて、本をパタンと閉じると、こちらを見てくる。俺だって仕事が忙しいんだ。そんなに言うなら、全部自分でやったらどうだ。その方がイライラしなくて済むだろう。どの口が言うんだと思った。さらにユウスケは、とんでもないことを言い始める。そうなったら、払うのは俺じゃなくて、アスカになるわけだから。金はそっちで出してくれよ。なんでそうなるのよ。私たちは夫婦なんだから、そこは協力するのが普通でしょ。とにかく、よろしくな。そう言うと、ユウスケは、また本を開いて読み始めたのだった。私は、呆れて何も言えなくなった。結婚してわずか4ヶ月ほどで、私たちは、幸せとは程遠い関係になってしまう。そして、結婚してから初めてのお盆が来た。あさってからお盆だけど、ユウスケも行けるよね。え、どこへ？どこって、前に話したでしょ？今年はおじいちゃんの法事があるって。そういえば、そんなこと言ってたかな。まるで人事のようだった。あさっての朝から出かけるから、準備はしておいてね。そう言って、部屋に戻ろうとした時だった。俺は行かない。は？面倒だし、俺は家で留守番してるよ。何言ってんの？俺は、関係ないしさ。行ってきなよ。拳に自然と力が入る。ユウスケに、何かを期待するのは無理なのかと思ってしまう。結局、それ以上強く言うことはなく、私一人で、実家に帰ることに。じゃあ、私は行くけど、家のことはよろしくね。
どうせ家の外に出る予定もないしね。こうして私は家を出る。正直、外に出て何か余計なことをされるくらいだったら、家にこもってくれていた方が楽だと思った。そして、ふと思ったのだ。私たちは本当に夫婦なのかと。気づけば、私は実家の玄関前まで来ていたのだ。ただいま、お帰り。私は、ゆうすけのことで頭がいっぱいですっかり忘れていた。この家に姉がいるということ。それは、自分の目の届く範囲に、姉を置いておきたい両親の考えだった。必要以上に絡まれないようにと、自分の部屋に急いだ。あれ？ゆうすけくんは？ああ、ちょっと仕事が忙しいみたい。とっさに嘘をついた。事実を話すと、姉のことだから煽ってくると思ったからだ。本当に？何が言いたいの？本当に仕事かと思って。変に鋭いなと思った。これ以上、探りを入れられてボロが出てしまうのを防ぐために、話題を変える。そういえば姉さん、父さんから聞いたけど、最近彼氏ができたって？父さんはため息ついてたけど。そうなのよ。私よりも年下で可愛いの。余計なことを聞いてしまったと思った。それから、姉の一人語りが始まってしまう。そして、最後に、気になることを言ってきた。その人も私と同じで、本好きなのよ。へえ。その時は、適当に流してしまったが、そういえばそうだったと思い出した。私が本好きになって、本屋で働くことになったのも、元をたどれば、姉の影響だったのだ。それだけは感謝しているくらいだ。つつがなく、祖父の掃除も終わり、帰ろうとすると、ゆうすけくんにもよろしく伝えてね。うん。そして、大きな変化が訪れる。結婚して一年ほどが経った正月、家族で集まっていた時である。姉から突然の提案があった。今度の連休に、みんなで温泉にでも行かない？一泊二日とかでさ。両親もお互いの顔を見合わせ、どうしようかという表情だった。しかし、一人だけやけに乗り気な人物がいたのだ。いいじゃないですか！みんなで行きましょう！生き生きとしたゆうすけを見たのは久しぶりだった。ゆうすけと結婚してから、ろくに旅行などにも行ったことがなかったために、姉の意見には賛成だったのだろう。父さんも母さんもいいよね！ああ、そうね。両親も、姉に押し切られる形で了承した。それから、姉と私たち夫婦が一緒になって計画を進めることに。それじゃあ早速、いろいろ決めていきましょう。頼りにしてるからね、ゆうすけくん。はい、任せてください。それと、アスカもね。それから姉は、計画を立てるためという理由で、私たちの家に来ることも増えていった。その裏で私に隠れてしていたことを思うと、怒りでどうにかなってしまい、それから私たちは、一ヶ月先の旅行に向けての準備を始め、旅行に行くのは、私たち夫婦と両親、そして、近しい親戚なども呼ぶことになった。これだけの人数となると、宿を取るのも大変そうだけど、きっと大丈夫でしょう。ゆうすけのテンションは、いつになく高い。そんなに旅行が楽しみなの？旅行？ああ、もちろん、楽しみだよ。そうなんだ。そんな話をしていると、インターホンが鳴った。今日は、来客などの予定はないはずだったと思う。モニターを確認すると、そこには、姉の姿が。すぐに玄関に向かった。なんで？あれ？聞いてない？今日は旅行の打ち合わせできたんだけど。何も聞いてないけど。まあいいわ。とりあえず上がらせてもらうね。以前もうちに来たことがあったが、来るたびにどんどんと遠慮がなくなっているように思えた。
リビングに向かうとすでに姉とユウスケは旅行雑誌を広げ盛り上がっている。さすがにこれはおかしいと思った。ちょっと待って。どうしたんだよ。いや、まず今日のことを説明してよ。勝手に進められても困るし。顔を見合わせる姉とユウスケ、何を言ってるんだという表情をしていた。そうだった、アキホさんから連絡来たの忘れてた。忘れてたって。すると姉が間に入る。まあまあ、たまたま忘れてただけだって。そんなにカリカリしないでよ。悪かったよ。ユウスケ君も謝ってるんだし、早く話し合いをしましょう。なぜか私が悪いような雰囲気になってしまう。自分が部外者のようになった気がした。それから姉は旅行までの間、3日に一度はやってくるように。こうなると心の休まる暇がない。結局旅行の計画はほとんど2人が決めた。そしていよいよ旅行当日がやってきた。この日は駅に集合して新幹線を使い、みんなで移動することになっていたのだ。久しぶりに会った親戚との会話を楽しんでいると、ユウスケと姉の二人だけがいないことに気づく。ユウスケと姉さんは？え？さっきまでここにいたはずだけど。結局、二人は10分ほどすると戻ってきた。その二人の様子は、まるで夫婦のようだった。妙な胸騒ぎがしつつ、私たちの旅行は始まったのだ。ユウスケ、どこ行く？ああ、実はこの後、アキオさんと一緒に回るんだ。姉さんと？俺は前に来たことがあるから、その案内を頼まれちゃってさ。それを聞いて私は、楽しみにしていた旅行が、一気につまらないものへとなってしまった。それなら、二人で楽しんできてよ。せっかくだし。じゃあ、行ってくるな。そう言って、ユウスケは走り出した。私と一緒にいるときに、あんな笑顔を見せたのは、いつだっただろうか。そして、その日の夜のこと。昼間の出来事を忘れるように、私はビールを、かなりの量飲んでしまった。それに、やけに眠く感じる。飲みすぎだぞ。大丈夫だって。ほら、部屋に行って休もう。それから、ユウスケに連れられて、宴会場から部屋に戻ったことを覚えている。しかし、そこからの記憶は曖昧である。そして、深夜に目が覚めると、部屋には私一人だった。ふらふらと立ち上がり、酔いを覚まそうと、露天風呂に向かう。大丈夫だって、あいつが気づくわけないでしょ。それもそうか、あの子は鈍いしね。この際だから楽しみましょう。この日のためにあいつとしないで我慢してたんだからさ。脱衣所に入ると異変に気づいた。声が聞こえてきたのだ。ここは貸し切りだったため家族か誰かが入っている。そこで夫と姉がイチャついていたのだ。その光景を見た私はその場に座り込み、強烈な吐き気に襲われた。あれ、なんか音が聞こえなかった？みんな寝てるし気のせいよ。それもそうか。ふざけやがって。このまま終わらせないからね。涙目になりながらそう決意した。とっさに持っていたスマホをビデオ撮影モードに切り替える。行為のすべてを撮影してやろうと思ったのだ。すると二人の聞きたくもない会話が聞こえてくる。今の私たちを見たらあの子はどう思うかな。ちょっと縁起でもないこと言わないでよ。それよりも、あ、ちょっと待って。二人の声が露天風呂に響き渡る。すぐに耳を塞ぎたかったが、ぐっと我慢して撮影を続けた。でも本当に起きないかな。大丈夫よ、この日のために準備してきたし、何よりあれを使ったからね。あ、そうか、さすがだね。じゃあもう少しここにいられるか。
まさかここまで計画的にやるとは思わなかった。それに姉のあれの正体も気になったが、今は優先すべきことがある。二人に地獄を見せてやらないと気が済まない。そして私はあることを思いつく。まともな人生を送れるなんて思わないことね。せいぜい楽しんでればいいわ。私は脱衣所に置いてあった二人の着替えをすべて回収して悠々と部屋に戻った。ちょっと起きて。こうして別の部屋でぐっすり寝ていた親戚たちを起こし、自分たちの部屋に集まってもらった。一体こんな時間にどうしたんだ。それにみんな集まってるじゃない。今からとても大事な話があるから覚悟して聞いてね。親戚たちをぐるりと見渡し、そう言った。大事な話？そういえば、ユースケ君と秋穂が見当たらないけど。私は先ほど露天風呂で撮影した動画を再生した。再生すると、二人の会話や行為中の声が部屋中に響き渡る。アスカ、これは一体どういうことだ？スマホを見て。私以外の全員がスマホに注目する。これはまさかあの二人が。全員悲鳴にも似た声が出ていた。これで分かったでしょ。あの二人はこの旅行をこのために利用したんだよ。でもどうするんだ。私に考えがあるから。親戚の人たちに計画を話し、全員で二人が来るのを待った。私は怒りに燃える感情を抑えて、今かと二人を待つ。これから始まるのは生きていくのも恥ずかしいようなショーなのだ。そして待ち続けることを30分後、二人はバスタオルに身を包み帰ってきた。え、何これ。アスカ、起きてたのか。二人に逃げ場はない。しかもほぼ裸の状態である。この部屋から出てもどうすることもできない。すると父が先陣を切った。二人とも、まずはここに座りなさい。ちょっと待って父さん、まずは服を着させて。しかし父は姉の提案を一蹴した。そんな必要はない。いいから黙って座る。父の顔は私ですら見たことのない鬼のような表情だった。その気迫に押され、おとなしく正座する二人。アスカ、あれを。うん。私は動画を再生する。自分たちの行為を囚人監視のもと見られるほど恥ずかしいことはないだろう。これは何かな。私は怒りを抑えて優しい声で語りかける。二人は小刻みに震えていた。これから自分たちはどんな目に遭うのか恐怖していたのだろう。ずっと黙っててもわからないんだけど。すると先に動いたのはユウスケだった。ほんの出来心だったんだ。許してくれアスカ。まとっていたバスタオルははだけ、全裸の状態で土下座している。出来心ね。でもこれが初めてじゃないよね。今さら隠したって意味ないよ。結婚してすぐに誘われたんだ。貸したい本があるからって。そして私は思い出した。見たこともない本を持っていたのは姉から受け取ったものだったと。それでその後は？その後は食事に行って。ユウスケは口ごもっている。そんな様子を見て本当に残念な男だと思ったのだ。さっさと言いなよ。その後ホテルに行ったんだ。ようやく白状してくれた。だからといって許す気はないが、これは立派な浮気でしょ。どう責任取るつもり？それは。そして次に姉を問い詰める。姉さんもよくこんなことできたね。目の前に裸でいる女が姉だなんて恥ずかしすぎるわ。するとずっと下を向いていた姉は牙を向いてくる。
あんたにだけは言われたくないわ。地味でブスで本ばっかり読んでるネクラが。これが姉の本心だったのだろう。正直ここまでにも姉には煮え湯を飲まされてきた。今度はこっちの番なのだ。威勢はいいみたいだけど、今の自分の立場を分かって言ってる？何が言いたいのよ。ここに集まってるのは近しい親戚たちでしょ。中には責任ある立場の人もいるのよ。何をするつもり？さあね。とりあえず言えるのは、まともに生きていけないんじゃないかな。あんたね。姉は私に憎悪の視線を向けてくる。しかしこうなった以上、姉に遠慮なんていらないのだ。あまりに傲慢な態度を見せる姉に、両親も我慢ができなかったらしい。本当に恥ずかしいぞ。これがうちの長女なんてな。二度離婚しただけでも頭が痛いのに。お前を監視するために実家に置いてやってきたが、それも無理だな。そうね。こんな恥ずかしい娘なんていらないわ。これも事前にこんなことを言ってほしいと私が両親に伝えていた。二人はまさにそれを実行してくれたのだ。私を追い出すつもり？それだけじゃない。縁も切るつもりだ。そうなったら、姉さんには何も残らないね。は？お前は、うちのものを一切相続もできないってことだ。他人になるんだからな。でも、縁を切ったって、相続権がなくなるわけじゃないわ。確かに、姉の言う通りである。ただ、絶縁を宣言しただけでは、何の意味もなさない。しかし、そんなことは分かっている。そうだな。だから遺書にしたためようと思ってな。うちのものはすべてアスカに相続すると。姉は分かりやすく口を開けたまま固まっていた。残念だけど諦めてね。こんなことしなければうちの広い土地だってもらえたかもしれないのにね。実家は代々続く農家で、様々なところに土地を持っている。嘘でしょ？ねえ、嘘って言ってよ！もう無理でしょ？さっきみんなで話し合って決めたことだしね。その場にいた親戚、みんなもうなずいてみせる。ああ、それと、これで終わりだと思わないでね。不倫した罰は受けてもらうから。もちろん、ゆうすけもね。あ！当たり前でしょ？自分の姉と不倫した旦那と一緒に暮らせるわけないし。それは、つまり。そうよ。離婚ってこと。そんな！ゆうすけは、その場に顔を伏せて泣き始める。そして、姉に気になっていることを質問した。姉さん、聞きたいんだけど、露天風呂で話してた、あれって何？私のバッグを見てみたらわかるわ。私に言われた通り、姉のバッグを探ると、そこには小さな袋が入っていた。よく見るとそれは睡眠薬だったのだ。しかも袋に書かれていたのは姉の名前ではない。おそらく友人にでも頼んで譲ってもらったのだろう。まさか、全員に？いえ、アスカだけよ。なるほどね。これで気分が悪かったわけだ。さらに、これを使ってあることを思いついた。試しにこれ、飲んでみてくれない？何を言ってるの？別に変な薬じゃないでしょ？私に飲ませたんだし。私は二人に睡眠薬を飲ませた。すると、耐性がなかった二人は、しばらくすると眠ってしまう。アスカ、そんなことして大丈夫なのか？心配しないで、父さん。この薬は私も聞いたことがあるから。そうか。私は以前に同じ名前の薬を読んでいた本の中で見かけていた。そんな知識がなかったらこんな無謀なことはしない。そもそも姉が露天風呂であんなことを言わなければ存在にすら気づかなかっただろう。こればかりは自分の運の良さを喜んだ。そして朝になり。これでいいんだな。うん。それじゃ、みんなで帰ろ。私たちは、ゆうすけと姉を残し、
宿を後にした。目が覚めた時、二人は何を思うのだろうか。それを想像すると、笑いがこみ上げてくるのが分かった。私は家に着くと、必要最低限の荷物をまとめた。そして家を出て、ホテルでも取ろうかと思っていたのだが。もしもし？あんた、今どこにいるの？家だけど。はあ？それは、姉からの電話だった。目を覚ました姉は、誰もいないことに驚いたに違いない。あ、それと、宿泊代金は払っておいてね。なんで私が、そんなこと言える立場だと思ってるの？先日から私たちの立場は、逆転したのだ。まあ、嫌ならいいけど、ただ、どうなるかわからないけどね。そう言うと、姉は電話を切った。文句を言うために電話してきたのだろうが、恐れをなしたのだろう。だが、大変なのはこれからだ。慰謝料の支払いや、家族との絶縁など、数多くのイベントが待ち受けている。それを想像しただけでも、心がスーッと晴れ渡る気がした。ユウスケ？最後にやることが残っていた私は、ユウスケに連絡した。アスカか、こっちは今大変なんだ。そうなんだ。でも、私にはもう関係ないから。そんなこと言うなよ。もうあの家に帰るつもりはないからさ。離婚届は郵送でいいよね。頼む、もう一度チャンスをくれないか。どうしてこうも自分勝手なのか。呆れるしかなかった。とりあえず、もう無理だからさ。ユウスケは、姉さんとよろしくやってなよ。じゃあね。電話を切り、着信拒否に設定した。家を出た私は、その足で離婚届を入手して、父から聞いた弁護士事務所に向かう。さっさと終わりにしたかったからだ。すぐに手続きをしたおかげで、2週間後には、無事に離婚できた。この前、アキオは出て行ったぞ。そう。でも、これでよかったと思うよ。そうだな。ユウスケと共通の友人の話を聞く機会があったのだが、どうやらユウスケと姉は一緒に暮らしているらしい。おそらく、同じ境遇を持った者同士、傷の舐め合いでもしているのだろう。さらに姉は、職場にこの件が伝わり、クビになったらしい。これも、私の想像通りの結果だ。これからは、まともな生活は無理だろうね。私にはどうでもいいことだけど。一方の私は、相変わらず大好きな本に囲まれながら、日々を過ごしている。変わったことといえば、一人になったことと、小説を書き始めたことだ。テーマは家族。これからは、自由気ままに生きていこうと思う。お前って、何の役に立ってるんだ？いきなり何？お前の存在価値は？唐突に、わけのわからないことを言ってくる夫。もともとそうではなかったが、結婚と同時に、モラハラ男に豹変した。それを聞いてどうするわけ？決まってるだろ。お前とは離婚だ。しかし、夫は重要なことを知らないのだ。結婚する前に私は、夫にある嘘をついていた。それは、私が社長であり、経営する会社は、年商300億を超えていることだ。それじゃあ、子供はどうするの？見捨てる気？見捨てるって人聞きが悪い。お前が責任を持って育てればいいだろう。それでも父親なの。今度から俺は、新しい家族の父親になるんだ。お前たちに構ってる暇はないんだよ。もうすぐ生まれるんだ。まさか、妊娠までさせていたとは。こうなったら、夫にも遠慮はいらないだろう。今までの分を、倍以上にして返してやると、決意する。それに結婚してから、一円も稼いでないじゃないか。俺の金で悠々と生活しやがって。別に、あなたにそんなことを頼んだ覚えはないわよ。お前は、今まで俺に、
迷惑をかけてきたんだ。だから、慰謝料300万払えよ。本当に、クズなのだ。私はここで、夫に真実を話そうと思った。なんで私が？むしろ逆でしょ？だからこれは正当な要求なんだよ。ちゃんと理解しろよ。どこまでバカなのかと思った。そのくらいなら、今の私には余裕で払える。払ってあげるわよ。300万なんて安いものよ。はあ？私は、夫に本当の正体を明かした。その時の夫の顔と言ったら、思い出すだけで笑えてくる。そして、私の復讐は、まだ終わらない。本当の地獄は、これからなのだから。私は、中川優里。とある会社で社長という役職についている。二人の子供と、夫の竹則と暮らしていた。今の地位に私がつけているのは、家族のおかげだ。姉さん、会社を手伝ってくれないかな。私が？私なんて何もできないわよ。そんなことないよ。姉さんだから手伝ってほしいんだ。私には弟が一人いる。そして、私が社会人になって3年目に、弟からそう頼まれたのだ。この時の弟は、大学生で、在学中に輸入雑貨を扱う会社を立ち上げた。仮に手伝ったとして、私は何をすればいいの？アドバイスしてほしいんだ。もともと姉さんだって雑貨は好きだったわけだし。確かに、海外の可愛い小物などは、高校生の時から好きだった。とはいえ、今の安定した仕事を辞めてまで、手伝うことには疑問が残っていたのだ。それからも、弟は諦めることはなく、提案されてから、1年近くが経った。それじゃあ、手伝ってあげる。本当に？どれぐらい力になれるかわからないけど。私は、弟に根負けする形で仕事を辞めた。弟の会社で働き始めて6年ほどが経ったある日、夫の竹則と出会うことになる。友人に誘われて合コンに参加した。ほんの暇つぶし程度の気持ちだったのだが、竹則のクールな雰囲気に惹かれてしまった。今度、二人で食事でもどうですか？ええ、俺でよければ。気づけば、夫を誘っていた。何度か食事に行くようになり、交際を始める。一緒にいて居心地も良かったため、結婚も意識し始めた。交際して3年目に、プロポーズを受けた。俺と、結婚してほしい。渡してよければ、よろしくお願いします。こうして、私たちは、それぞれの実家に挨拶へ。義実家への挨拶も無事に終わり、後日、私の実家に向かった。その道中でのこと。結婚したら、専業主婦になってほしいんだ。え、専業主婦？ああ、確か、雑貨扱う会社で働いてるって言ってたよな。うん、そうだけど。悪いけど、仕事はやめてほしい。結婚したら、俺と家のために頑張ってほしいんだよ。返答に孫ついていると、竹則は少しイラついた様子を見せた。早く答えないと、まずいと思っていると。ダメなのか？違うよ、ダメじゃない。じゃあ、頼むよ。約束だからな。私は迷った。そして、今後を左右する、転換期を迎えることになる。家まであと10分ほどで到着するところまで来た段階で、私は弟にこっそりと連絡した。竹則は運転に夢中だったため、こちらには気づいていない。弟は実家に住んでいたため、先に何か言われてしまう前に、先手を打っておいたのだ。ここが有利の実家か？うん。今日は弟もいるから。そうか。わかった。そして、ドキドキしながらも、結婚の挨拶は無事に終わった。私たちは、食事をごちそうになることに。ちょっと手伝ってくるから、竹則はゆっくりしてて。ありがとう。すぐに弟の元に向かった。
どうすればいいと思う？私は働きたいとは思うけど。専業主婦の話でしょ？姉さんはうちには必要だしな。そもそもこの短い期間で大きくなったのは姉さんのおかげなんだし。そう言われると仕事を続けたいという気持ちはさらに強くなる。すると弟は手をポンと叩いて何か思いついたようだった。そうか、別に黙ってればいいんじゃない？え？そんなのバレちゃうでしょ？大丈夫だって。これから姉さんには家にいてもできることを頼むから。まあそれなら。実はそれともう一つお願いがあるんだけど。お願い？弟は少し言いづらそうにしている。何か良くないことかと想像して少し身構えてしまう。俺の代わりに社長になってくれないか？は？私が社長？なんで？これは役員たちみんなで決めたことなんだ。でも社長はユータでしょ？だから姉さんを社長にしたら俺は副社長になる。頼む。そう言って弟は頭を下げた。でも私なんかただ提案された商品を仕入れるかどうかを判断してただけだし。それがすごいんじゃないか。選んだ商品のほとんどが即完売状態だったんだから。そうかもしれないけど、それに年商300億の会社の社長だよ。私はその提案を受け入れることにした。社長になることを選んだのはお金よりも私を選んでくれた社員たちの意思を無下にできなかったからだ。こうして私は竹則に大きな秘密を抱えたまま結婚することになった。そしてそれは絶対にバレてはいけないものなのだ。挨拶をしてから1週間後に婚姻届を提出して夫婦となった。これで晴れて夫婦になったわけだから、俺の指示には従ってもらうからな。指示？そうだよ。この家で一番偉いのは俺だ。だから当たり前だろ。新居に引っ越して初日のことだった。竹則は私に対して高圧的な態度を取るように。結婚する前も少し上から目線なことがあったため、もしやと思ったが、それが的中することに。このままだとどうなってしまうのかと考えるようになった。なあ、今度旅行にでも行かないか？旅行？新婚旅行もまだだったし、ちょうどいいと思ってさ。結婚して半年後のことだった。それまでは竹則に言われるがまま専業主婦としての役割を必死にこなしていたと思う。そんな時にこんな提案をされれば嬉しくないわけがない。じゃあどこに行く？そうだな、せっかくだし北海道なんてどう？前に行きたいって言ってたよな。うん、ずっと行きたいと思ってたんだ。それを覚えていてくれたことも嬉しかった。2週間後に旅行に行くことになったのだが、夫はどことなく上の空のように見えた。どうかした？いや、別に何でもない。飛行機の時間もあるし行こうか。うん。北海道に着いてからは純粋に旅行を楽しんだ。しかしその日の夜に事件は起こった。夜中に起きると横に寝ていたはずの夫がいないのだ。少しすると夫は部屋に戻ってきた。どこに行ってたの？別にどこでもいいだろ。横にいないんだからそりゃ心配するでしょ。すると夫は小さく舌打ちをした。いいか、これからは俺のやることに口出しするな。誰のおかげで生活できてると思ってるんだ。ここで本当のことを話してやろうかと思ったが、ぐっと我慢した。確かに夫は毎月生活費としてお金を入れてくれてはいたが、わずか数万円である。さすがにこれでは足りないと感じ、自分のお金からバレないように補填していた。さらにここで私はあることに気づく。なんか甘い匂いがするけど。匂い？そんなものするわけないだろう。何を言ってるんだ。夫ははぐらかしていたが、確実にその匂いはしていた。ここで私は
夫に女の影があることを始めた。もしかしたら旅行に来たのも口実で、本当はどこぞの女と会うためだったのではと。旅行は3泊4日だったが、夜になるたびにどこかに出かけていった。追いかけようとしたが、夫は私を警戒していたのか、尻尾をつかむことはできなかったのだ。何のための旅行だったのよ。結局旅行を楽しむことはできず、日々の生活に戻っていった。タイミングがいいのか悪いのか、ここで私の妊娠が発覚する。早速夫に報告したのだが、妊娠してたみたい。妊娠？そうか。夫の反応は非常に薄いものだった。喜ぶこともせず、むしろ面倒くさそうな表情にも見えたのだ。子供ができれば夫の態度も丸くなるだろうと思っていたが、そんなことはなかった。お腹が大きくなっていっても、夫は家事を手伝うことはない。少しだけでもいいから手伝ってくれない？今日はちょっと体調が良くなくて。なんで俺がそんなことしないといけないんだ。この状態じゃろくに動けないのよ。こっちだって困ってるんだ。勝手に妊娠なんかしやがって。この態度にはさすがの私も我慢ができなかった。そんな言い方ないでしょ。いくらなんでも無責任よ。夫に私の言葉は届いていない。子供を育てるのだって金がかかるんだ。お前も俺の妻ならそんなことくらいわかるだろうが。そんなこと分かりたくもないと思った。妊娠中の妻に対してこんなことを言う夫がいるだろうか。そもそもいていいはずがない。そうこうしているうちに臨月を迎え、一人で出産することになった。いくらなんでもそれはひどすぎじゃないか。いや、ひどいなんてもんじゃない。生まれた子供を見せに実家に帰ると、両親も弟も怒り心頭だった。そんなんなら別れればいいのに。俺も母さんの意見に賛成だな。このままじゃ姉さんが苦労するだけだよ。そうなんだけど、まだ生まれたばかりだし、すぐってわけにはいかないかな。何かあったらすぐに相談しなさいよ。うん、ありがとう。弟に呼び止められた。姉さん、ごめん。さっき言い忘れてたんだけど、姉さんの旦那さんの会社と取引し始めたんだ。え、そうだったの？うん、俺も気づくのが遅れたんだけど。でも、そればっかりはしょうがないわね。だけど、その情報はいずれ使えるかも。姉さん、今の顔は他の人には見せない方がいいよ。なんでよ。とにかく、忠告はしたからね。その後、うちに帰ってきたが、夫は育児にも参加してこない。それは生まれてからずっとだ。私自身、夫には何も期待しなくなった。夜泣きがひどいから、もっと離れて寝てくれ。赤ちゃんは泣くのが仕事よ。しょうがないでしょ。だったらそれを泣き止ませるのがお前の仕事だろ。私と息子は寝室から一番遠いリビングで寝ることに。さらに些細なことにも文句を言ってくる。なんだこの飯は。適当にやるんじゃない。今日は時間がなかったの。ずっと家にいるくせに時間がない。ふざけんな。そう言うと食卓に並んでいた料理を払いのける。テーブルに乗っていたお皿は床に落ち、それに驚いた息子も泣き出す。それに対してうるさいと怒鳴る夫。まさに地獄絵図だった。片付けはいいから早く泣き止ませろよ。私は何も言わず息子を連れて外に出た。うちには一秒たりともいたくなかったからだ。それから30分ほどして家に戻ると、そこに夫の姿はなかった。なんでここまでしないといけないの。心身ともにすり減っていき、やがて私は病院に運ばれることに。
その日は夫を見送り、家でリモート会議をしていた。その途中で気分が悪くなり、意識を失ったのだ。気づいたら私は病院のベッドに寝かされていた。息子は？大丈夫だよ。そこでぐっすり寝てるから。私はほっと胸をなで下ろした。ユタが助けてくれたの？そりゃそうだよ。いきなり画面越しに消えるんだから。急いで家に走ったよ。ありがとう。すると弟は真顔になる。そろそろ限界なんじゃない？そうね。今回はたまたまタイミングが良かったけど、誰にも気づかれなかったら、それこそ取り返しのつかないことになるよ。弟の言っていることは間違っていない。息子のことも考えると、早めに結論を出さないといけないと思った。私は、大きく深呼吸する。ユータの言う通りね。いろいろと理由をつけて避けてきたけど、この子のためにも、話をしないとね。絶対それがいいよ。もし何かあっても、俺とか母さんもいるんだから。こうして、私は退院したら、夫に離婚を切り出そうと思ったのだ。診断結果は過労ということだったため、3日ほど入院して退院できた。息子と共に家に帰ると、怒りに満ちた表情の夫が待ち構えていたのだ。まったく、自分の体調管理もできないのかお前は。ちょっと話があるから。話？後にしろ。今から出かけるから。ちょっと待って。夫はどこに行くとも言わずに出かけていき、その日は帰ってこなかった。ほとんど帰ってこなくなり、話を切り出すタイミングがなくなっていく。帰ってきても夫婦らしい会話もなく、身の回りのものを持ってまた出かけていく生活が当たり前のようになっていた。その日も朝出社してからいくら待っても帰ってこない。今日こそ離婚のことを伝えようと寝ずに待っていると、夫の電話番号から着信があった。もしもし、何時に帰ってくるの？すると、そこから聞こえてきたのは夫ではなく若い女の声だった。もしかして奥さんですか？そういうあなたは誰？みんなって言います。竹典さんとお付き合いさせてもらってるんですよ。夫の浮気相手だとすぐに理解した。これは明確な証拠であり、離婚するのにいい材料だと思った。そうですか。あれ、そんなに驚かないんですね。意外です。まあ、薄々感じてたから。私は感情を抑えて淡々と答えた。なら話は早いですね。私は本気で竹典さんを愛してるんです。だからさっさと別れてください。それがどういうことか分かってる？もちろんですよ。それにあんな役立たずはいらないって言ってましたし。なるほどね。ここで電話を切ろうと思ったが、この浮気相手はまだ話足りないようだった。どうせならと、それに付き合うことにしたのだ。それと、今どこにいると思います？さあ、知りたくもないけど。聞いてくださいよ。私の部屋にいるんですけど、子供みたいにぐっすり寝てますよ。そうなんだ。そんなこと今更どうでもいいわ。そんなんだから竹典さんに捨てられるんですよ。不倫してるにもかかわらず、笑って話すミナという女には心底イライラさせられた。夫もそうだが、こんなにバカ丸出しの女もなかなかだ。ルイは友を呼ぶとはこんな感じなのだろうか。とりあえず今日はうちに泊まっていきますから、そっちは寂しく寝てくださいね。そう言って電話は切れた。向こうがそのつもりなら、こっちだってその覚悟はある。ミナの言う通り、夫は帰ってこなかったのだ。翌日の昼頃になって、ようやく夫は帰宅した。昨日は随分とお楽しみだったみたいね。は？何のことだ？もしかして聞いてない？ミナっていう女があなたのスマホから電話してきたけど、
余計なこと。苦々しい顔をしていた夫も何か吹っ切れた表情になる。愛し合ってるんですって？まあそうだな。否定はしないのね。そんなことして何になる。すると夫はソファーに座り天井を見上げた。なあ、お前って何の役に立ってるんだ？いきなり何？お前の存在価値は？唐突にわけのわからないことを言ってくる夫。また始まったと思った。私を下に見て罵ることで自尊心も満たしているのかもしれない。そうだとしたら救いようもない。そんなこと聞いてどうするの？ただの確認だよ。ちゃんとお前が自覚してるかってな。自覚してなかったら？すると夫は笑いながら答えた。お前とは離婚だ。離婚ね。確かにあなたの不倫相手にも別れろって言われたっけ。だったら別にいいだろう。お前は用済みなんだよ。いや、そもそも役にも立たなかったんだから用済み以前の話か。離婚するのはいいとしても後悔するのはあなたの方だと思うけど。俺が後悔？そんなわけないだろう。夫は重要なことを知らないのだ。結婚する前に私は夫にある嘘をついていた。それは私が社長であり経営する会社は年商300億を超えていることだ。しかし気になることもあった。それは子供のことだ。それじゃあ子供はどうするの？まさか見捨てる気？見捨てるって人聞きが悪い。お前が責任を持って育てればいいだろう。それでも父親なの？おいおい、さっき離婚してもいいって言ったのはお前だろ。それに今度から俺は新しい家族の父親になるんだ。お前たちに構ってる暇はないんだよ。もうすぐ生まれるんだ。まさか妊娠までさせていたとは。ミナ本人もそんなことは言っていなかったから、そんなことになっているなんて想像もできなかった。こうなったら夫にも遠慮はいらないだろう。今まで私にしてきた分を倍以上にして返してやる。それに結婚してから一円も稼いでないじゃないか。俺の金で悠々と生活しやがって。別にあなたにそんなことを頼んだ覚えはないわよ。お前は今まで俺に迷惑をかけてきたんだ。だから慰謝料300万払えよ。本当にクズだ。私はここで夫に真実を話そうと思った。なんで私が？むしろ逆でしょ。だからこれは正当な要求なんだよ。ちゃんと理解しろよ。理解できるわけないでしょ。今まで俺に損失を与えた分だ。まあこんなもんじゃないが、金のないお前にこれ以上払わせるのはかわいそうだからな。どこまでバカなのかと思った。それくらいなら今の私には余裕で払える。払ってあげるわよ。300万なんて安いものよ。は？私は夫に本当の正体を明かそうと思った。夫の方こそ理解できていない。これから起こることを考えると私は楽しみで仕方なかった。何をそんなにほうけてるの？お前何を考えてる？さあ何のこと？とぼけるな。300万なんて払えるわけもないだろ。どうしてそう思ったの？だってお前は会社を辞めて専業主婦で。夫は頭がついていっていないようだ。実は私仕事辞めてなかったの。辞めてない？でもお前はずっと家にいただろ。家にいてもできることだからね。そんなに信じられないなら証拠を見せてあげる。私は財布の中から一枚の名刺を夫に手渡した。名刺？そこには大きく代表取締役として私の名前が書かれていた。そんなお前が社長なんて。ずっと私をバカにしてきたあなたには信じられないでしょうね。でも
これが真実よ。俺は信じないぞ。俺を騙そうとしてるな。今さら面倒くさい。そんなことしないわよ。それともう一つ、会社の年商は300億なの。300億？そうよ。あなたがどんなに頑張っても稼ぐことなんてできない額よ。夫は分かりやすく絶望している。しかし私の復讐はまだ終わらない。絶望的になってるところ悪いけど、まだこんなもんじゃないからね。まだあるのか。あなたの会社、最近雑貨を扱い始めたわよね。まさか。弟から聞いた時は驚いたが、これは使えると思った。取引の有無は弟に任せていたが、会社のトップは私なのだ。取引は今後なしにさせてもらうから。あなたみたいな社員がいる会社と付き合っていくのは無理そうだもの。おい、待ってくれ。そんなことされたら俺はクビになる。それは私には関係ないわ。これから離婚するんだもの。今までのことは謝るからな。これからはお前の言うことは何でも聞くよ。どこまでプライドのない男なんだろうか。人のことを下に見ていたくせに、保身のためならプライドなんて簡単に捨てられる。こんな男を一時でも愛していたと思うと自分が情けなく思う。残念だけどそれは無理だから、今から転職先を探した方がいいんじゃない。頼む。ミナとはもう別れるから。でも子供も生まれるんでしょ。その子供も見捨てるの。俺は別に欲しかったわけじゃない。あいつが欲しいとせがむから。分かってる。私にも同じようなこと言ってたのよ。それは何かを口にすればするほど自分の首を絞めることになっている。とにかく私の覚悟は変わらないから、この家も好きに使ってくれていいわよ。なんならミナをここに呼んだらいいじゃない。私は息子を抱きかかえて家を出た。この家には未練はないし、自分たちの荷物もまた買い揃えることもできる。私たちは一度実家に向かうことにした。急にどうしたの。しばらくここでお世話になるから。覚悟を決めたのね。覚悟は決まってたんだけど、いろいろあってだいぶ時間がかかっちゃったけどね。ゆっくりしなさい。息子を寝かしつけた私は弟に連絡した。ゆうたが言ってた竹のりの会社との取引だけど。ってことは離婚したってこと。まあそれは時間の問題なんだけど、その前に片付けておきたくてね。いずれこうなると思ってたから準備はできてるよ。さすが私の弟ね。そして契約解除を求めるために弟に連絡してもらうことにした。私はもう止まらない。夫にも不倫相手のミナにも地獄を見てもらうのだ。すると夫から何件も着信が来ていた。せっかくだからと出てみることに。どうしたの。今どこにいるんだ。教えるつもりはないけど。頼むから帰ってきてくれないか。帰るわけないでしょ。理解できないの。それとあなたの会社と契約を継続しないことを正式に決定したから。本当なのか。ええ。それとあなたのこともしっかり弟から使えてもらう手はずになってるから。夫は何も話さなくなった。あなたが何をしようとこの運命は変わらないから、今のうちにミナにも伝えておいた方がいいわよ。じゃあね。電話を切った私は声を出して笑った。今まで曇っていた景色もパーッと明るくなった気がする。最後の仕上げが残っているが、ひとまず今の状況をかみしめることにした。実家に来て3日後、姉ちゃんの依頼はバッチリこなしてきたからもう安心だよ。ありがとう。あとは自分でキリをつけるわ。わかった。何かあったら言ってよ。頼りにしてるよ。私はその日のうちに弁護士に相談に行った。あの様子だと離婚するのにごねる可能性も十分あったからだ。
弁護士には今までのこと、そして不倫して相手を妊娠させたことなどを話した。それだけの証拠などがあるならと早速手続きを進めてくれたのだ。これでなんとかなりそうね。さらに翌日になると、夫の勤めている会社の社長が直接謝罪に来た。一社員のせいで契約がパーになったのだから当然か。詳しく話を聞くと、夫は想像通りクビになったそうだ。その後夫がどうなったかわからないらしい。そしてやっぱりここにいたのか。まさかこんなところにまで来るなんて思わなかったわ。夫は私に会うために実家にやってきたのだ。やっぱりここだと思ってな。もう一度俺にチャンスをくれないか。まだ夫は私にしがみつこうとしてくる。そんなものとっくにないわ。今までだってそのチャンスは散々あったんだから。一生のお願いだ。目の前の男に関わるのも時間の無駄でしかない。早く夫から解放されたいという気持ちだけが満たされていく。無理に決まってるでしょ。とにかくここには二度と来ないで。それにあなたには港、その子供がいるんだから。それは何とかする。できもしないことは言わない方がいいわよ。また面倒なことになるから。それから弟と協力して夫を家から追い出した。一週間後には正式に離婚が成立。もちろん元夫とミナには慰謝料を請求した。請求した理由は苦しんでもらうためだ。聞いた話によれば元夫は結局愛人のミナにも捨てられ、養育費だけを請求されているらしい。元夫に残ったのは借金だけということになる。クズだった元夫にはお似合いの結果になった。これでようやく平和になったわ。それじゃ、これからは社長として頑張ってよ。わかってるよ。迷惑をかけた分はしっかり働いて返すから。私の方はというと、もう社長であることを隠す必要もなくなった。そして家族と共にたまに引っ越しをした。これからは家族みんなで幸せな生活を送っていきたいと思う。